あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。6番前に行きそうです。続いて2番、白の帽子、1番、その後ろ、その外に4番、その外から7番、内からは3番、その外から9番、内からは5番、しんがりから8番、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から1番、一気に先頭に立ちました。その後ろに6番並んで2番、前は1番、2番手は6番、2番、3番手、さあ1番、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。1番先頭、2馬身から3馬身のリード。1番差を広げる。2番手は8番、1番先頭だ。1番1着、1番完勝、1番1着、2着は8番、1番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。先行争い何が行くでしょうか。10番前に行きそうです。6番それに続いています。さらには1番、4番、その後ろ2番、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から先手を取ったのは4番。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から4番、先手を取りました。並んで6番、1番、この馬もこのグループ、その外から10番、内からは3番、その外から7番、その隣に5番、9番、そのうちに続いています。その後ろに2番、しんがりから8番、各馬雨の中をかけていきます。前の方からもう一度10番、一気に先頭に立ちました。内からは4番、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで6番先頭に変わりました。10番、ほとんど差がありません。5番、3番手、1番、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は6番、その隣からは10番、内からは4番、内からは2番。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのは4番、あと 200m、 先頭は4番、1番、まだ後ろ、ちょっと厳しい。2番食らいつく。4番先頭だ。4番、4番1着、2着にはどうやら2番、4番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは7番、3番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく7番行きました。続いて前へ行くのは3番、さらには9番、6番、その後ろ後方に控えたのが5番。前に戻りましょう。3番、先手を取りました。その外から7番、その外に10番、並んで8番、4番、この馬もこのグループ、すぐ隣に1番、その外に9番、6番、そのうちに続いています。これに続いて2番、しんがりから5番、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。この辺りで先頭が変わりました。7番まだ粘っています。3番、ほとんど差がありません。10番、3番手、1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは10番、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は6番、残り 200m、 10番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気に6番、6番、6番1着、2着にはどうやら10番、6番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を切るのはどの馬か。7番前に行きそうです。3番それに続いています。さらには10番4番、その後ろ後方に控えたのが8番。では前の方から先手を取ったのは3番、その外から7番、並んで4番9番。この馬もこのグループ内からは2番、その外から10番、内からは1番6番、それに続きます。もう一度先頭から。先手を取ったのは3番、並んで7番4番、すぐ後ろその隣に9番2番、すぐ後ろピンクの帽子10番、その後ろ6番、すぐ後ろ最後方に8番。各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。7番一気に先頭に立ちました。赤の帽子3番、その後ろすぐ後ろに1番4番、それに続きます。ピンクの帽子9番、その後ろ2番、すぐ後ろその後ろからは5番。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。7番先手を取りました。3番すぐ後ろ、その後ろに1番、並んで10番6番、それに続いています。その隣に9番、その横に4番、その外から8番、その後ろに2番、しんがりから5番。各馬雨の中をかけていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう一度先頭から。7番先手を取りました。その隣に3番、すぐ後ろに1番、ピンクの帽子9番、その後ろ前は7番3番、ほとんど差がありません。9番3番手1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。7番先頭、差はほとんどない。2番手は9番、残り 200m、 7番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。9番抜けた、6番迫る、大外から一気に6番9番9番、1着2着にはどうやら6番9番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは8番、綺麗なスタートを切りました。3番前に行きそうです。続いて9番7番、そのうちに続いています。並んで8番6番、そのうちに続いています。その隣に2番、その横に4番、すぐ後ろに1番、これに続くのが5番、最後方に10番。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から。6番一気に先頭に立ちました。青の帽子4番、その後ろすぐ隣に7番。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。7番先手を取りました。その外に8番、その隣に1番、内からは4番、さらには3番、その後ろに9番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは6番、その後ろに7番、その後ろからは1番、並んで4番、その外から8番、その隣に9番、3番、すぐ後ろしんがりから2番。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番一気に先頭に立ちました。その隣に6番、すぐ後ろに9番。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は8番6番、ほとんど差がありません。7番3番手1番、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は6番、短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのは9番、先頭2番手は9番、1番抜けた、9番追いすがります。外から一気に3番1番1番、1着2着にはどうやら3番、勝ったのは1番、このレースを制したのは1番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。8番好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り8番先頭か、7番これに続きます。内からは2番、その隣に4番、その横に1番、その外から9番、その隣に6番、10番すぐ後ろ5番、それに続きます。最後方に3番各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。前は8番、後続を引き離します。2番手は4番、7番、3番手1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。8番先頭5番先頭5番先頭、8番追いすがります。5番先頭だ5番1着、2着にはどうやら8番5番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。8番前に行きそうです。4番それに続いています。さらには7番、10番、その後ろ6番、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのは4番、並んで1番、その外に7番、その外から8番、すぐ後ろに9番、さらには10番、内からは2番、これに続いて3番、しんがりから6番、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度5番、一気に先頭に立ちました。8番すぐ後ろ10番、それに続いています。その後ろからは4番、その隣に7番、その横に9番、すぐ後ろに1番、2番、そのうちに続いています。最後方に3番、前の方からもう一度5番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は5番、2番手の8番、先頭を捉える勢いです。4番、3番手1番、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は5番、間が空いて8番、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。5番先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手は2番、5番先頭だ。5番1着、2着にはどうやら2番、5番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。4番好スタートを切りました。5番、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出して4番、花に立ちます。その後ろからは2番、この馬も上がっていく構えです。さらには1番、10番、その後ろ8番、後ろからになりそうです。では前の方から4番先手を取りました。その外から3番、その後ろに1番、その外から10番、その外に6番、並んで9番、すぐ後ろに2番、さらには5番、少し間が空いて7番、しんがりから8番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、一気に先頭に立ちました。10番、リードは1馬身から2馬身、その後ろからは3番、並んで4番、すぐ後ろに1番、その隣に2番、その外に6番、5番、そのうちに続いています。最後方に7番、もう一度先頭から。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのは8番、これに続くのが4番、10番、すぐ後ろ、その後ろに3番、さらには1番、その隣に7番、その横に9番、内からは5番、その後ろからは2番、しんがりから6番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番、依然として先頭、10番、すぐ後ろ、その隣に4番、3番、すぐ後ろ、その後ろに1番、その隣に9番、その横に7番、5番、すぐ後ろ、その後ろに6番、最後方に2番、もう一度先頭から。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ8番、後続を引き離す。4番、ほとんど差がありません。10番、3番手1番、いい位置。
果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は4番10番その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって4番先頭、2番手は10番追いすがる。4番先頭、あと 200m、 4番先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手は10番4番この馬で決まりか。4番1着、4番完勝、4番1着、2着は10番、勝ったのは4番。このレースを制したのは4番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。9番好スタートを切りました。6番この馬も好スタートを切りました。7番前に行きそうです。これに続いて1番5番、すぐ後ろ内からは2番、その外から6番すぐ後ろに10番、8番それに続いています。しんがりから3番各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。6番9番すぐ後ろ、その後ろに4番、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として6番、2番手は9番、4番3番手、1番 B1 です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は1番、短い直線に入って後続は届くかどうか。最後の追い比べ、先頭は1番、1番先頭、あと 200m、 1番先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手は7番1番今ゴール。段違いの強さです。1番1着、2着は8番1番、見事このレースを制しました。